おはようございます。おはようございます。あずさん、やりましたね。はい、もう今もう感謝の気持ちで動画を回しているんですけれども、緊急で動画を回しているんですけれども、先週発売になりました。ひたりゆカレーがなんと発売から3時間弱で予定していた分が完売し、さらに再販、もう本当に工場さんに無理で再販を用意してもらったところ、再販分もなんとわずか15分で完売するというまさかの大好評で、本当に皆さんありがとうございます。いやー、これは本当に北里カレーチーム予想していなかった大反響で、結構どちらかというとやっぱ我々ずっと売れるかなという不安とともにこの準備期間を過ごしてきたので、本当にほっとしましたし、こんなアドレナリン出たの久しぶりでした。再販の日もだし、まあ、の発売開始日は生配信もさせてもらったんですけれども、まあ、その生配信中に確かにカレー食べたとはいえ、ね、嬉しすぎ、胸がいっぱいすぎて食べ物が喉を通らなかった。本当に。だから再販の日もすごいドキドキしながら、その日は家で普通にご飯作って、まあ、食べてたんですけど、途中から全然もう入らなくなっちゃって、食べ物にもう、本当に。で、夜もなんかちょっと眠くないな、大興奮みたいな感じで、本当にすごい嬉しくて胸がいっぱいで、本当に皆様のおかげですごく家カレーチーム全員嬉しい悲鳴を上げさせていただくことができました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。しかもそれでもまだ手に入らなかったっていう DM とか、だからインスタの DM とかも本当にいつもじゃ考えられない数来て、すごい、なんか自分の知らないところにまで北里カレーが届いていたんだっていうのがすごい感動しました。いやでもこれ、もしここがうまくいかなかったら、やっぱもう第2弾第3弾だったりとか、今後さらなる北里カレーの発展はないなっていうふうに思っていたので、今回ちょっとまだありますね、北里カレー今後の展開、次なる夢をね、次なる夢がちょっと見えてきましたね。でまあ、それが、まあ、せっかくなんで今回せっかく作ったこの自信作のブラックペッパーキーマカレーはね、また今回手に入らなかった方のためにもだし、今回初めて食べてもらって美味しいって思ってもらった方にまた買ってもらえるように、また再販はもちろん目指しているんですけれども、でもそれだけじゃなく、ちょっと新しい味の研究だったりとか、あとグッズね。グッズとかね、なんか本当にリアルでこうカレーをキッチンカーとかイベントとかにね、イベントとかに出店などなど、ちょっと夢がかなり膨らんでいるので、今後もこう北里チャンネルは北里カレーとともに進んでいこうと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、本当にこの溢れる感謝お伝えしたい緊急動画でございました。皆さんありがとうございます。カレー届くの待っていてください。そして今後も北里カレーの動向をぜひ注目してください。よろしくお願いします。